保育園来た初日の日にサングラスしてネックレスをしてたんですよ。え、英検何級ですか？英検なんて、そうです、国のね、威信をかけて付き合ってるから国の威信ナッチセットはどちのでもおる。生まれはロシア、ロシア関西、舞台は東京、ヨシキーズです。生まれはカメルーン、育ちは関西、舞台は東京、漫画家の星野ルネです。一応でも聞きたかったのが、はい、初めて日本に来たのが4歳って言ってましたね。そう、4歳で、その頃ってバブル崩壊直後ぐらいの日本の感じだったと思うけど、姫路って多分全然おらんかったと思うんですよ。全然おらんかった、外国人ってほんまにおらんかった。その後に10歳の時にね、来てるから3年ぐらい経って来てるけど、その時もまだいなかった、うん、なんか各地いろんな学校に一人だけ外国人一人卒業するような状態で、中学校に入った時にいろんな子がいた、うんうん、うちの学校はオーストラリアの学校と姉妹校かなんかで、そこから一人だけ来たことがあるんだよ。で、その子とちょっとブラス一緒に昼ご飯食べてやってみたいな。わかるわかるわかる、外国人の子の担当になりますよ。担当担当、こっちは分からへんし、喋ってる内容も、うん、で、なんなら向こうはお昼ご飯に人参丸かじりしてるし、うん、としては人参マジなんか丸かじりすんねん外国の子って人参。うちらがおかんが外国の人やんか、うん、お弁当カメルーン料理やったからそうなの。みんな普通にお箸でさ、ご飯とか唐揚げ食べてるやんか、うん、僕なんかこうスープにチキンが入ってて、それを持ちながら食用のバナナをスープにしながらチキンバナナチキンバナナっていうスタイルの日があったからね。いやーすごいね。うちもそれはあったよ。あった？あのロシアのロールキャベツがお弁当箱に入ってた。もうお弁当箱開けたら全部ロールキャベツだったの。見た目はやっぱロールキャベツ。あのね、みんなが想像してるロールキャベツと違って、ロシアのロールキャベツってぐしゃーっとなってるんですよ。潰れてるというか、やっぱあまりにも煮込みすぎるから、キャベツというかもう、ゲロに見えない。やめときやめときやめとき。日本のお弁当ちょっと小さすぎ、小さいのがピッ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 っていっぱい入ってんねん。はい、可愛いけどちょっとお腹は満たされんかったな。俺もうこんなん持ってきてる小1やのに言われた。目立ちたくないって言う人は目立ちたくなかったよ。俺だって運動会のかけっこわざとサインやってた。わざとサインやってた。でも弁当は弁当はだから食欲には語れんかった逆に外国人として見られる中での恋愛ってどうやったの？初恋とかって。これ初めては、あ、そうなの。外国の人が好きやった女の子やったみたいで、中学生ぐらいの時に年上の子でね、どうしても付き合いたいみたいな感じで言われて、ある日運動場を歩いてた時に先輩の男子が4階かな上の方から、おいブラス、お前ブスと付き合ってんだっ て, って言われた。それはそいつが悪いよ。そいつが悪い。いやでもそれはもう俺が悪いね。付き合ってどうやつやろう。俺もそれは未だに人生で本当に反省してることに5位以内に入ってんねん。ほんまひどいなと思って。なんでそうなったかっていうと、あの外国の子誰と付き合うんやろっていうのがもう常に噂の種というか、いやだから自分も本当にそんな感じだったから、多分興味持たれてても付き合ったら友達にどうなんどうなん外人どうなんって言われるから、ちょっと嫌だなっていう子がいた。だからちょっと密かに会ってる子はいたんだけど、告白したけど無理って言われて、でも会ってくれるし、ちょっとイチャイチャなんだけど、何も言ってもダメだよみたいな感じで言われてた。でも俺も逆に何も言わんとこなって言って、やっぱなんかそのやっぱそうなん、国のね、威信をかけて付き合ってる感じ。国の威信をかけて、ロシア人のあの子はあんな美人と付き合うんだなやっぱりってなったら、ロシアの国の威信って守られるなんだから温泉も国を背負って、うん、股間を見せることは控えてたの。そういうこと。俺に石をかけて見せてもいいサイズの股間ではあんねんけど、ちょっと責任も負えないなと思う。なんでこうさらっとさ、こう自分の自分をした今。あのね、昨日ねテレビでペニスを見せたくないっていう話をした時に、ネットでブラスは多分小さいからいろんなとこと付き合ってたけどサイズで負けたことはないわけ。でも一応俺のがロシアの代表になってほしくないなと思って、分からへん、ロシアのみんなが大きいか小さいかって。
めっちゃ見られるんちゃいます？見られるよ。見られるのか。絶対見るもん。銭湯行ったら俺はもうめちゃめちゃ隠すからね。だから隠すよね。大きい方が隠すよね。いや大きいのかじゃなくてサイズの問題じゃなくて目線が嫌やから。ああそうね。嫌でもう絶対興味持って見てくるから気持ち悪いって隠すんやけど、どうしても体洗う時とかはさ、座ってさしゃあないやんか、で俺こうバーって洗ってたら7、80ぐらいのおじいちゃんが僕のをガンしてました、ね、見返して牽制したんですけど、一回だけ会釈してずっと見ていっていらっしゃいましたね。これはもう俺が普段温泉でやってる行為です。その行為で大丈夫。やめてください。俺も会釈するようにしてる。会釈した後に見るというマナーがないから。失礼します。見させていただきます。でも今は自分ちょっと温泉よう入られんくなって、ちょっと潔癖症になっちゃって、なんかね、アナルが嫌らしい。みんなアナルがついた水が唇につくっていうのを考えると、それってアナル舐めてんのと一緒やなって思って、ある時にそれに気づいてから温泉というものには入られんくなった。これはでもさ、どれだけだしが濃いかの話。だし言うな。それさ、でもさ、おっさんアナルをさ、でっちょーって舐めるのと、うんって舐めるのと違いぐらいの話やからさ、それペロも無理やんだ。でも一個言って、それを言うたら世界には川があるわけやしさ、誰かは川に入ってるわけや、その川の水がダムに溜まって水道として流れてきて、僕らはそれで料理をしたりするわけやからさ、それ言い出したら僕ら生きていけないんですよ。世界は生き物は全て繋がってるんですよ。アナルで、アナルで。これ何の話だよ。なんか納得いかへんねん。じゃあ俺、おっさんのアナルも舐める決意する。いや、あの、舐めなくてもいい。世界はアナルで繋がってる。なんかいい話。例えば、将来はなんか夢とかってあったりする？僕なんか例えば自分が子供の時にアフリカ系日本人として生きてきて、みんな俺らみたいな日本人の姿あんま知らんなっていう思い込みがいろいろあるなって思って、日本人の幅広がったらいいなと思って、こうやって漫画で伝えたりとかっていうのをしてたりする。なるほどね。そのオールモストジャパニーズっていう会社を立ち上げて、いろんな意味合いを実は含んでて、いっぱい移民が今後来る時になった、移住してくる人がいっぱい来るじゃないですか。でその時にやっぱ欧米諸国とかを見てると、やっぱすごいぶつかってるのがあるんやけども、新しく入ってきた外国人たちと日本人がぶつかるようになると、ここにずっと住み着いてる私たち、もともとずっと長く住んでる外国人がもうちょっと住みづらくなる。そう、うまそう。それが嫌やから、そこの衝突を少しでもなくす活動をしたいな。日本の人が外国人にこれは日本の文化だっていうよりも、自分の言葉を通して日本の文化だっていうのを言うと、第三者として言ってるように向こうも聞こえて受け入れやすいし、外国人のこういう考え方でこうなっちゃってるんだっていうのを日本の人に、日本人の気持ちが分かる状態で、その言葉で伝えるのと、直でその人たちがわーって言うのとではまた伝わり方ちゃうから、干渉剤になりたいなっていうのが一つと、あと日本の変えたい部分っていうのは、ちょっと完璧主義をもうちょっと崩してもいいんちゃうかと思って、芸能とかもそうだけど、ちょっとでも道外れたことするとバーって叩いて人として生きるのが許されないみたいな、例えば日本人としてあるべき姿みたいなのはおおよそで良くないっていうのを思う。将来の夢ないって言いながらめちゃめちゃ語るじゃないですか。いや、あれちゃんもそう。自分は生まれてきてよかったなって思えればいいかなと思ってるんです。あ、俺まだ将来の夢あるわ。150歳まで生きる。具体的やんか。100歳過ぎたら宗教開いて、お金もらってお布施もらって、ありがたき言葉をその辺にみんなに言ってお金を稼ぐ。なんでそんなんしたい。やっぱ金が好きなんや。金好き、まあ金好きだよ。いやいや、そんな悪い顔してないじゃないよ。死ぬ時に誰かに悲しんでほしい。教祖として死んだ後祀られたいってこと。そう。と思うね。でも少なくとも今日死んだら僕らは悲しむ。悲しい悲しい。5年したら忘れるやろ。5年したら俺昔よくね、いろんな人ね、職場の人とかにさ、ルネ君はカメルーンで生まれてね、日本で育ってきてね、両方のことが分かるから橋渡しみたいなことした方がいいんだよって言われて、うざったかった、昔。いや、なんでやねん。別に俺好き好んでカメルーンで生まれて日本で育ってるわけちゃうし、なんでそんなことせなあかんねん、好きに行きたいわって思ってたのよ。まあ、だんだん自分が生まれてきてこんなに人に喜んでもらえたり呼んでもらえたりするってことが、これはありがたいことやなと思って、今はなんかむしろ橋渡しするのが楽しくなって、
でも一つ言いたいのは、外国人がいっぱい日本に来ることを手助けするってわけじゃない、ね、衝突を起きないようにするためにはどうするべきかっていうのを考えた時に、僕は日本の元ある文化を守るっていうのは大事なことやと思って、いっぱい来ることによって文化が失われると、なやねんってなって秩序が乱れて衝突につながるっていうことがあるから、日本の文化をきれいに分かりやすく伝えたい。Why Japanese people? って言われた時に、はは確かにって言って終わってたから、その Why をちゃんと説明するっていうのはあんま別にする必要もなかったから、その説明をするっていうところを俺はちゃんとして、文化を守るべきところは守っていくっていうのをやりたいね。ええこと言ったんちゃう、うん、まだ友達からようやったら、ようこち直した。告知とかあります？はい、ね、出させてもらってる本が、3冊ありますので、アフリカ少年が日本で育った結果、僕ね、半生を綴ったエッセイになってます。そしてファミリー編、続編になります。あと、世界をね、ことわざを紹介しながら、いろんなね、エピソードを紹介してるね、こういうワンダフルワールドワーズっていう本出てますので、ぜひ、アマゾン、ポチってください。うん、よくできました。はい、何これ、日本締めすんの？あ、じゃあ、もしか日本の。あ、じゃあ、それでは。では、一丁締めさせていただきます。ルネさん、コラボありがとうございましたよ。え、これ合ってた？一丁締めやな、今のは。あ、本締めはみたいな感じじゃなかったっけ、なんか散々日本の文化が言う全然知らねえじゃん。ここはちゃんと、ここはちゃんと。